モノ消しゴムはトンボ鉛筆が販売するプラスチック消しゴムのブランド名。ロングセラー商品、定番商品で比較的高性能であるため愛用するものも非常に多い。一般的に広まっている愛称はモノ消しやモノ。白い一般的なモノ消しゴム。もともとは1967年にトンボ鉛筆創業55周年を記念して発売された高級鉛筆。 MO No.100 の1ダース入りの箱の中にノベルティとして入れられていたポリ塩化ビニルを原料としたプラスチック消しゴムであった。1969年発売の初代もの消しゴム。当時主流だった生ゴムを原料とするラバー消しゴムに比べて生費力が良かったため評判となり、1969年に青、白、黒のストライプの紙スリーブで商品化された。 ロゴの位置が現行製品と異なっており、青のストライプにもの、白にトンボー、黒にプラスチックイレーサーという位置になっていた。1980年頃にロゴが現行製品と同じ位置の、青にプラスチックイレーサー、白にもの、黒にトンボーとなり、1990年代にはロゴの書体も MO ナンバーワンレレーと同じものからゴシック体に変更され、現在の形となった。 2005年よりスリーブが消しゴムに食い込んで傷つくのを防ぐためスリーブの角に U 字型の切れ込みを採用したもの様々な種類があり白いものは5種類ある上が白いもの下が黒いもの定番商品現在販売されているサイズは5種類スリーブに男児向け女児向けの絵が描かれたニコパックの商品もある2013年に 本体の汚れが目立たないブラックタイプを追加。さらに2017年8月18日には文字なしのもの消しゴムも発売される。ジム製図用。ものノんノダすとノんダすとと、ジム製図用。もの NP 焼却時に有毒ガスが出ないように減量にスチレン系合成ゴムを使用したもの。パッケージは緑色。モノライト軽い力で消せるようにしたもの。 細長い形をしている。ジム製図用。物もっと軽く消せる。消しゴムものライトの改良版。学習用。ものもっと集まる。消しゴムものノ,ノンダストの改良版。学習用。物のさ消しゴムさ消しゴム。インクタイプライター用。物のさ、ラバー消し、ゴム左半分が砂消し、ゴム、右半分が天然ゴムを使った消しゴムとなっている。インク、鉛筆量用。 モノノックノック式消しゴム。直径3 8ト、mm、ル。ミノスティックこちらもノック式だが、直径が6 7ト、mm、ルとなり、クリップが未搭載となっている。モノワン、ショートタイプの繰り出し型消しゴム。モノゼロ世界最小のノック式消しゴム。消しゴムの形状は丸型と角型がある。モノエチュッチ上が、モノエアタッチ。下が、モノダストキャッチ。 中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの組み合わせにより、驚異的な軽いタッチを実現した消しゴム。反面消し屑は多い。モノダストカーチタックポリマーの配合により、文字通り消し屑をキャッチする消しゴム。出た消し屑は、本体と融合するか、出たとしても一つにまとまり、机を汚さない。本体は黒色で、汚れも目立ちにくい。 モノエアータッチとモノダストカーッチにはモノワンと同じタイプもある。モノワンとサイズは同じだがデザインと中身が違う。モノスマート厚さが 5.5mm のスリムタイプ。モノニウェー修正テープと一体化。消しゴムは回転繰り出し式。ありがとうございます。